ヨーヨーは中華人民共和国の俳優。生まれは上海市、原石は暗気症合皮市で2003年に中国人民解放軍芸術学院舞踏系を卒業した。2008年にテレビドラマ、コーローム愛の縁で主人公である花宝玉の成人後を演じて頭角を表し、正式に芸能界入りした。2014年ネットワーク放送されたテレビドラマ、 東部筆記では、長期例を演じて、広く注目され始めた。二千十五年、テレビドラマ、旋風少女に、主人公若次郎を演じて、二千十六年、テレビドラマ、ビビ一生根形成》に、主人公に名を演じて、大人気の青年俳優になっている。ヨーヨーは、上海市に生まれ、上海市武藤学校と、中国人民解放軍芸術学院の両方に、同時に合格し、 軍装を身につけてみたいという思いから軍芸に進んだ。軍芸で学んでいた当時、北京の芸術学院では、軍芸の色男を見に日帰りで出かけるという言葉が広まったが、これは、ヨーヨーのことで、彼を一目見ようと多くの芸術学校の女子、学生たちが軍芸にやってきたと言われている。二千七年、古典の名著を本案したドラマ、ーー愛の縁の制作に際し、 中国人民解放軍芸術学院から15人の出演者候補が選ばれ、ヨーヨーもその一人となった。李商工監督が自ら配役を選び、ヨーヨーはこの作品で成人した主人公を、花宝玉を演じることになった。この年のテレビドラマ、壁血犬にも、配役で出演した。2010年、コーローアイ》の縁が放送されると、ヨーヨーはこの作品によって、B 級高人の 最優秀新人賞を獲得した。このドラマは大衆の論議の的となったが、放送が進むに従って、ヨーヨーは自らの演技力を開花させていった。2011年2作目の出演作となったドラマ、青春戦律が中国中央電次第でプライムタイムに放送され、ヨーヨーはネイヒロシを演じた。同年6月には初めて出演した映画。 赤い星の生まれが正式に公開され、売り上げは3億元を突破したが、この作品で、ヨーヨーは、ヨーカーの兄、ヨーカを演じた。2012年3月、ヨーヨーにとって、映画出演2作目となる、恋愛映画、飲食男女、公演また公金が公開され、コーローム愛の縁の時以来、同じ人物の異なる年代を、他の俳優と共同で演じることになった。 同年9月には、主演した戦争ドラマ、戦争不走心眼涙が、上海やチャンスショーのテレビ局で放送され、ヨーヨーは本領を発揮して、皇軍兵士、森、長友を演じた。2013年、ヨーヨーは関援神の脚本による、歴史ドラマ、神楽神で、男性の主役である装職を演じたが、これは、史上最も燃える装職だと評された。同年6月、 主演する歴史ままぼろし武教ドラマ、少年四大名捕が完成したが、この作品で、ヨーヨーは、非常なエセ君子に憤した。同年7月、大型高古電機抗日戦争ドラマ、武漢道の初めての放送が行われ、この作品で、ヨーヨーは、男性の主役、白年生を演じ、殴り合ったり、 走ったり壁を登ったりといったアクションの場面を初めてこなした。同年11月には中国第一級のスターが出演した軍事をテーマにした大型実録番組、ボーツと無精鋭の精兵法至るルに出演した。同月、主演した都会を舞台にした純愛ドラマ、花海半ゲ』が湖南英史で放送されたが、この旧やウイの同盟の小説をドラマ化した作品で、ヨーヨーは、 不豪の息子である、陸元を演じた。同年12月には、テレビドラマ、マユチンキエに出演し、キ、爆状を演じた。2014年4月、ヨーヨーは、それまで結んでいた、堺新太地下師との契約を解消した。その年8月、アレックス監督の初上作の映画、左耳に出演し、元よくを演じた。同年9月には、 ネット小説家南波三宿が自ら選んだ作品を原作にドラマ化した東部筆記に個人名義で出演し超綺麗に扮した。2015年1月に正式公開となった映画暴走新嘆では初めて仇役に挑み残酷無常な目的のためには手段を選ばない腹黒い軍人ジェームズ・クレに扮した。同年4月テレビドラマ 旋風少女に出演し、男性の主役である若次郎を演じた。6月には、テレビドラマ、頭部筆記の放送が始まったが、その当日にマネージャーだった火星街が離職し、所属事務所との契約も自動的に解除となった。同月、ミラノのメンズファッション週間に、ホーガン、モンクレール、グッチ、フェンディーと4つの大きなファッションショーに出演し、 中国人男性としては最も多くの出演を果たした。またこの月には男性主人公若次郎の役でテレビドラマ旋風少女に出演した。2016年9月28日に上映となった映画獣敵全世界路では王子様のイケメンではなく電気屋のオタクカや18に奮した。また男性主人公夜の役で東方新ファンタジー映画 賛成賛成十里等化は2017年7月21日に公開予定。ありがとうございます。